このイベントを本当にありがとうございます。私の、あの、フル名前はセルダル・ドグル・ヨルと言います。でも、あの、皆さんには私の名前はセルです。トルコ人です。イスタンブルに住んでます。あの、あと4ヶ月で、お父さんになります。おおおおおめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ、これは私のハンドルです。ツイッターとか GitHub とか、あの、ぜひ質問があったらぜひ連絡してください。頑張ってます。これは私です。そして私の頭の上のあるものは、フェスというものです。あの、フェスは、そしてこれケマルの何ロゴです。あの、フェスというのは、昔のオットマン時代のハットみたいなものです。そしてかっこいいと思います。これは私じゃないです。でも私の、あの、このチャラ知ってますか？知ってます。あー、すごい。これは私の一番大好きなキャラです。おー、はい、これは、あの、この人は桜井アナウンチ天才バスケットマン。そして私はクリスタルのチームメンバーです。あの、2018年で、あの、チームに入った。でも、あの、最近全然クリスタルのピアとかあんまり、できません。でも頑張ってます。ケマルというフレームウェブフレームを作りました。あの、ケマルの意味を知ってる人がありますか？あの、はい、はい、そうです。トルコの、はい、未来の話には過去は必要でしょ？はい。はい、あの、クリスタルの過去をちょっと見ましょう。あの、7年前はクリスタルの初めてコミットを、7年前です。わあ、すごい。これはもちろん、このコミットは、ファーストコミットです。このコミットはクリスタの、あの、パパ、アリさんの、そして、あの、そして天才の人、アリさんのコミットです。その1年前は最初のリリースです。最初のリリースは、全部Ruby でかかりました。このイメージで、あの、ファーストコミットを見ます。なんかジェムファイルとか、あの、レイファイルとか、そしてアスペクトとかがあります。では今じゃなくて、あの、11月2014なんで、セルフホストってなりました。セルフホストっていうことになりました。あの、セルフホストっていうものは、あの、100% を自分でクリスタルで書かれましたことです。それはなんか、大事な、何、チームっていうことです。あの、プログラミング言語には。そして、あの、今日のこと、今はクリスタルどうですか？ちょっと見ましょう。
ね、今日は250以上コンテューターがあります。ね、スターズは、1万3000以上です。それもすごいと思います。ね、クリスタルシャル XYZ から見ると、ね、パッケージのカウントは4400以上です。最後の、リリースは 0.28 です。ね、この地図を見ると、世界中のコントリビューターマップです。このイメージの、見ると、いろんな国の人はクリスタルに、手伝ってくれています。日本何人ですか？数ことはないけど、いろんなすごい人がいます。ね、もちろんそこでトルコ人もあります。まあ私があれかな、多分あります。トルコは真ん中にこれはトルコ。そしてこれはイスタンブールです。いい国だ。ね、さて未来の話、なんか未来の話はいつも難しいですよね。でも頑張ってます。初めには未来には一番大事なことは MT と思います。MT ということは日本語でモルチスレーディングになりますか？そんなこと。はい。それは未来には一番大事なことでして、MT のことには2つことがあります。一番目はスケジュールです。今はクリスタンのスケジュールはコード全部一つの、スレッドで走ります。ね、今にはそれはトループ的に大丈夫ですけど、CP バンドのコードを走るとちょっと遅くなります。この時代のプログラミング言語には、NT がなければならないです。2番目は GC です。GC はガーベージコレクションということです。今はクリスタの GC はボヘム GC ということを使ってます。最後のリリース 0.28 でクリスタルの GC は NT になりました。ボエンはクリスタルではなくて100%Cコードです。それは 今には大丈夫ですけど、まあなんかそのプロジェクトはクリスタルのものじゃなくて、だからコントロールできません。クリスタル 100% GC はクリスタルの目標になります。そして Windows を使う人がありますか？ Windows ゼロ？マジですか？それもおかしい。すみません。Windows のサポートはクリスタルにとってファーストクラスになります。そう欲しいです。
というチームは総欲しいです。でもあの Linux のいや Linux や POSIX の API をポートするのはすごく難しいです。なんかあの Windows のなんか Windows のサポートの、一番詳しい人はあのチームのアレックス14というクリスさんです。私はあんまり Windows のサポート詳しく知りませんけど、あの問題があれば質問があればクリスさんに連絡してください。これはまだ巡航いや進行中です。頑張ってます。でもすごく難しい。例えばあのプロセスの API はあの POSIX で簡単でだけど Windows にはあの全然違いますから、めちゃくちゃ難しくなります。あの後ではあのジェネリクスの話、まあ、うん、今はジェネリクスの方はなんか使いますけど 110% ではないです。今はジェネリクスのあのジェネリクスの関係があるバッグは多いです。ジェネリクスのことはこともすごくなんかすごくじゃなくて難しいことです。あのそして API とかいろんなブレイキングチェンジがありますから、あのいろんな考えとあの仕事は必要です。あのそのジェネリクスのことをできる人は多分アリさんしかないでしょうか。まあ、あのその全部が、全部ができたら、多分あの 1.0 になります。でも、まだデータがあんまり分かりません。頑張ってますけど、あのプログラミング言語をあの開発するのは、なんか時間がかかります。そして、いろんなことを考えなければならないです。まあ、私も本当に 1.0 欲しいです。あの結局 1.0 の後は一番目かあのインクリメントコンプレーションを目指してます。今のコンパイルは大丈夫ですけど、コード LOC は多くなればなんか遅くなります。ちょっとなんかあの、ケマルのプロジェクトとかベッドプロジェクトとか大丈夫ですけど、例えばクリスタルのコンパイルは、コンパイルするとあのその遅いことを見ます。この場合でなんかインクリメンションコンプレーションの話はまだチームの中であんまりあの話してないけど、あの 1.0 の後はあのしようかどうかと思います。これもすごくなんか大事なことと思います。あの API stable っていうことはもうブレイキングチェンジをないことです。あのブレイキングチェンジというのはやっぱりプログラミング言語には問題になります。私はそれは全あのブレイキングチェンジっていうことはあんまり好きじゃないです。あの だからこれもあのチームとして目指してます。なんかあの API ステイブって5言語使い人がありますか？5はい、何
んか語みたいことをやりたいけど、それはすごく難しい。あの語言語でなんかあの API スタイルで 1.0 で使うことは後で使います。あの私たちもそうみたいことを目指してますけど、やはりそれはあのいろんな考えは必要です。と遠い未来で遠い未来であの私の子供はなんか20歳になるとき 2.0 を目指します。はい、いや冗談だ。ね、それだけでした。聞いてくれたありがとうございます。ね、忘れちゃったけどクリスタルとキャマルのステッカーあります。入手してください。ありがとうございます。大丈夫です、大丈夫です。皆さんなら買ってくれます。はい。